今さまざまな最新技術が世界を変えようとしています。今回から未来を変える最新技術シリーズスタート。第1弾はドローンです。未来だと思っていたものがね、すごいわこれ。ワンエンオンリー即興ミュージックビデオも必見。どんな感じ。世界的な取り組みの SDGs、 内田篤人が話題のゲストと一緒に地球の未来を考える SDGs バラエティ、内田篤人の SDGs スクール。この番組はミクシルの提供でお送りいたします。いつもを幸せに、リクシル。さあ始まりました、内田篤人の SDGs スクール。代理担任できました東京テイソンの武尊です。お願いします。そして生徒が内田篤人くん、秋田さらちゃん、翔吾くん、よろしくお願いいたします。そしてですね、日本の音楽アーティスト1位の TikTok フォロワー数480万人以上を誇る人気グループワンエンオンリーから、エイクくん、テッタくん、ケンシンくんです。お願いします。お願いします。早速こちらをご覧ください。こちらはですね、ドローンを使ったビジネスの市場規模予測を表したグラフなんですが、なんと5年後には現在の倍以上になってるというふうな予測なんですよ。本当に約8000億円に達すると予測されるほど、そうドローン市場は急成長を遂げてるということなんですよ。どうですか、ドローンは皆さん馴染みありますか。MV でドローンを使わせていただいたり。なるほどね。内田さんどうですか。我々サッカーはですね、はい、上空から映像を撮ってポジショニングを確認しますので、練習しながら試合しながら、ダゾーンじゃないよ、ドローン。さあということで本日のテーマはこちらです。世界を変える最新技術、ドローン編。教えてくれるゲスト講師はこちらの方です。どうぞ。いや音がすごい。もうなんかドローンっぽい音してるよ。ね、室内行けんの。え、先生。おお、来た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 。先生。来た。すごい。すげえ。先生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 。はい。さあ。先生。あ、すごい。お、すごい。おいた。素晴らしい。ということで先生ですね、現役高校生でありながらです。高校生なの。はい。プロドローンカメラマン小澤亮介さんです。小澤さんは現役高校生ながらドローンを使用した映像制作会社を経営。ドローンムービー世界大会2022 in クスで優勝し、賞金1000万円を獲得。さらに米津玄師さんの馬と鹿や桑田佳祐さんのスマイル、晴れ渡る空のようになど、数々のアーティストのミュージックビデオに参加する凄腕ドローンカメラマン。撮るっていうのも技術的にもそうなんだろうけど、はい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 、そのなんていうんだろう、イメージ、うん、才能みたいのもすごいっていうことなのか。もともとドローンやる前は映像制作をやっていたので、うん、そこでドローンと映像っていうところでマッチしたっていう感じになります。本当に高校生からもう映像制作いうところ。はい、中学生の頃から映像制作はやってました。中学から。早速ちょっとじゃあ問題があるそうですよね。はい、もう石田さんに問題です。はい、ドローンが世の中のためにできることどんなのがあると思いますか。うん、3つの選択肢からお選びください。深海は無理でしょ。そう、まあもう飛んでますしね。飛んでる。うん、最近テレビでちょうど見たことある。え、何ですか。なんか山でさ、なんかこう怪我しちゃった人を、はい、なんかドローンかなんかで見つけに行ったの俺見たことある。ほうほうほう。2番はパワーないと結構無理じゃないですか。なるほど。ドローンってふわふわしてるイメージがあるから、うん、うわーんっていうあのパワーはちょっとできないんじゃないかなと思う。よって1番。1番正解はですね、全て正解になります。はい、3番も。3番もです。ドローンは映像作品を作るためだけではなく、うん、地球環境を守るためなど SDGs の取り組み全般にも非常に役立っています。
そうなの？海はどうやって入っていくの？まあだからその話もおいおいちょっと色々と。ごめんなさい、台本何にも見てないから。大丈夫です。驚きが大丈夫です。こっちでどうにかしますんで。僕が実際に行っている取り込みで言うと、うん、下流河川における洪水を事前に防止するためにですドローンで上空から流木がどこに溜まっているのかっていうのを事前に調査して流木を撤去して洪水が起きないようにという作業を定期的に行っております。素晴らしいことをやっているじゃないの。現状はあの流木を撤去するのは人力なんですけれども、うん、今後はドローンで撤去できるっていう未来も近いうちに来るんではないかなと思っております。持ち上げちゃうっていうこと。はい、大型のドローンが作れちゃうと思うんですか。そうですね、もう実際に90キロまで持ち上げるドローンっていうのは、はい、どんなタケコみたい。確かにね、はい、そうですよね。デカさはすげえ、デカさは対角線で3メーターぐらいのサイズ。結構でかいんですね、はい、3メーターで90いけんだ。近い未来なんかドローンに乗って移動するとかが全然あるんじゃないかなって思いました。確かにドバイではもうドローンタクシーというものが実用化されておりまして、ドローンタクシーこの多いの。そうなんです。もともとサイズはすごい大きいんですけれども、はい、ドバイではドローンタクシーというものがもう実用化されております。未来だと思っていたものがね。すごいわこれ。そんなドローンを知り尽くす小澤先生からですね、知られざる最新ドローンの進化について学んでいこうと思います。はい、さあ内田さん、はい、これ SDGs の17項目どこに当てはまると思いますか。11とかさ、11続けられる街づくりとか、はい、それも入ってます。入ってますね。はい、サラちゃんとかなんかありそうなのある、わかる。9番の9番産業と技術革新の基盤を作ろう。それも入ってます。さすが、うちのサラすごい。素晴らしい。すごいすごい。あと2つありますから任せてください。2つも15とかですか。15陸の豊かさを守ろう。陸の豊かさ入ってます。おー、ラスト1個ほんとに正午ラスト1個いけ。あ、8働きがいも経済成長も違います。最後は14番海の豊かさを守ろう。もちろんこれからの技術革新で他の項目も増える可能性があります。さらに2022年12月に市街地など人のいる場所の上空で自動飛行で目視せずに飛ばすことのできるレベル4飛行が解禁されたんです。自分が見なくても勝手に飛んでくれるってことですか。はい、レベル4というものが解除されまして、ドローンの今後の未来にすごく大きくつながる可能性が高いです。なんか設定かなんかでここからここまで勝手に動いてくださいねみたいなことができるっていうことですか。そうですね、ドローン自体が自分で考えてこのルートで行ったら安全かっていうのを考えて飛んでいくっていう。すごいですねこれは。でこれを活用すればいろんなことができるってことですよね。はい、めちゃめちゃ来るじゃん。じゃあもうドローンがね。いや本当そうなんですよ。そうそうそう。ではここからは実際の事例を交えながら最新のドローン活用方法を紹介。まずはですね、僕がやっていることなんですけれども、はい、災害発生時にですね、昔ですとヘリコプターの有人機を使って現場の確認、うん、把握があったんですけれども、うん、有人機となるとやはりあの出動までの時間が大きくかかってしまうんですが、うん、ドローンですと離着陸する場所の限り、制限もないですし、うん、出動するまでの時間がすごく短縮されて、うん、いち早く現場に行けるっていうのがメリットになります。ヘリコプターってすごい音がするから、はい、なんかその助けてとかっていう声も聞こえなくなっちゃうって言いますもんね、よくね。だからどうもまた静かに行けるからっていうね。でその時の映像があるそうです。こちらです。実際にですね、2020年に発生した長野県豪雨災害時ではですね、うん、はい、大雨によって崩落した道路の調査に使用されました。あの赤色の矢印が出ている場所がですね、崩落した場所の表示になります。こんなくっきり分かるんです ね。もうだから結構画像とかも鮮明ってことですか。そうですね、本当にすごい鮮明でズーム機能もあるので。ドローンすげえな。ヘリに比べドローンは迅速かつ広い場所も必要なし、さらに詳細な情報を取得できるなどメリットばかり。災害から私たちの生活を守ってくれているんです。続いての最新ドローン活用方法は超ハイパワー雑草処理。草刈り作業、どういうことをねしてるかってことですよね。米作りでは
栄養を吸い取る雑草を除去するため除草剤をまくのが一般的。しかしハイパワーなドローンの登場により人力で動かすことが大変な歯車をドローンを使って動かすことに成功。ドローンで雑草処理が行えるので今では農薬を使わない環境にも人にも優しいドローン米が作られているんです。すげえパワーあるんだ。めっちゃパワー。確かに。いやすごいねこれは、ドローン米はドローンで送られてくるんですかね多分。あでも可能性あるよ ね、 ね配達とかも全部いけるんでしょ。配達がドローンになる未来ってあるんですか。そうですね、先ほどお話ししたレベル4の自動操縦になると、うん、自動でドローンが自宅まで荷物を持ってきてくれるっていうことも実現可能になるので。本当にあるかもしれない、あるかもしれない。ウーバードローン、ウーバードローン、すごいわこれ。実際にセブンイレブンと ANA では離島や山間部の買い物に行けないお年寄りに向けてドローンで配達する取り組みがスタート。日本郵便でもドローンを使った郵便配達を2023年度から本格的に始める方針。ドローン配達は私たちの生活のすぐそこまで来ているんです。サラちゃんどう、ここまで聞いて。ドローンでそんなこともできるって思ってなかったので。そうだよね、だから未来の話だと思ってたらもうそれが現実に起きてるわけですからね。サラちゃんもあれだよ、授業中とか廊下で立っとけって言われたらここクイッって言われてクイーッということで、はい、災害時の被害把握や、草刈り作業にドローンが役立つのは分かったんですが、もう最初内田さんもちょっと引っかかってた。もうこれはこの3番深海生物の採取捕獲に関して、これ空飛ぶものだからね、うん、いや無理、海中を行くっていうのは無理じゃないかと思うんですけど、行けるんですか。ドローン本来は遠隔操作または自動操縦によって飛行することができるものなんですが、うん、その定義を飛び越えて現在は水中を移動する水中ドローンというものが開発されました。それ用のができたんですね、はい、それがこちら。人が長時間潜れない水深300メートルの深海まで潜れ最大4時間活動可能な水中ドローンは、ダムの定期点検や水質調査などダイバーが行うと危険な水中作業を安全に行え、2020年には相模湾で79年ぶりにコトクラゲの採取にも成功しました。捕獲できるのすごいな。本当にドローンがもうこの僕らの生活の全てを豊かにしてくれるみたいな感じですから、僕たちのミュージックビデオもぜひ。本当だ、これ撮ってほしい。やばいですね、仕事を取ろうとすな。いや確かに撮ってほしいよね、うん、いやもうちょっとなんかワンエンだったら どういう風に撮りますか。僕ら歌って踊ったりとかして結構踊りが激しいんですよ、うん、はいはい、だどんな感じでよりなんかちょっとなんか新しいアングルじゃないですけど、ダンスとかが激しいのであれば人の間を縫ってドローンが、はい、ちょっとさ今撮ってもらわない。ワンエンがちょっとここで踊ってその間をこう抜ける。今できます。今できるんですか。このあるドローンでよければ最大限のことは。でも新しい MV 完成したかもしれないですよ今日で。確かに。え、いいいい。いやもちろんもちろん。あ、ちょっと前に出てきてやって。そしたら。ということで急遽小沢先生とワンエンオンリーの SDGs スクールスペシャルコラボが実現。じゃあちょっと、はい、いいですか。はい。では、はい、ワンエンと先生のコラボです。どうぞ。せーの。場所が狭くて限られてしまうんですけれども、ドローンを大きくなんですか動かしてですね、映像に動きを加えた撮影方法になります。そのまま使いたいですね。スカイTVに上げちゃおうか。いや本当今後ともお願いします。それでは内田さん、はい、授業のまとめをお願いいたします。ドローンの技術も素晴らしいですし、もう未来が詰まってますね、うん、ドローンにね。
これからも期待してドローンの活躍、皆さんで、応援しましょう。だドゾーンをね。ドゾーンじゃない。まだダゾーンが。ダゾーンがな。ダゾーンがね。ダゾーン好きだな。次回の SDGs スクールは、プロドローンカメラマン小沢さんにしかできないマル秘テクニックを大公開。寄っている部分に関しては撮影しているんですね。そうなの。さらに内田くんとワンエンオンリーテッタくんによるドローンカメラマン対決も。オープニング映像で使えるんですよこれ。使います。ありがとうございます。それでは皆さん、 YouTube チャンネルの登録とグッドボタンをお願いします。